い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ボヨーン。今日のオーダーは公式アシックス投手用でございます。大谷モデルの検品ご紹介になります。高木さん、大変お待たせいたしました。ご子息のグラブが出来上がりました。それではどうぞ。はい、それでは例によってのごとく指図書の内容に従いまして、内容を確認していきたいと思います。キラーン。またひとしおアシックスさんのグラブケースは、箱はですね、豪華です。キラキラですね。じゃあ早速ね、見ていきたいと思います。準備いたしますね。OK、 いきますよ。バビョーン。うわー、来たぞ。グラブ袋でございます。大事な箱はそっとここに置きましょう。こちらです。公式最高峰税抜き上代オプション含めて60,000円、大谷さんモデルでございます。じゃあ中見ていきますね、慎重に。はい、準備できました。こちらでございます。基本モデル AHP 大谷翔平2019でございます。かっこいいオリジナルウェブとオリジナルバックスタイルでございますけれども、このアシックスのマークもいけてるんじゃないですか。レザーはジャパンハートレザー、日本原品日本なめし和牛でございます。しっとりしなやか和牛の原品に日本なめし、いいじゃないですか。大谷さんモデルサイズは12と4分の1インチでございます。やや大きめの投手用。じゃあ順番に内容に従っていきます。ご覧になったように高校生向けですから一色使いでございます。Rオレンジ、平浦も友川の R オレンジでございます。レースカラーも R オレンジ、浸透しなし、しっかりしたレースでございます。ハミはバビョーン、切りハミホワイトですが、そうです、大谷さんはこのアシックスさん得意のスライバートップでございます。よく見るとですね、キュッとこうね、デュアルのウェルティング絞ってありますが、指先を非常に薄く作ることで、取り回しがしやすい、なおかつハミ2本で強いというふうなアシックスの、得意技、スライバートップのウェルティングでございます。ヌイットカラーがブラック、ヘリ側は R オレンジ、もちろん同じ色、ウェブも同じ色ですけれども、大谷さんモデルそのままでございます。これは枯山水の時のね、ウェブになりますね。バックスタイルもそのまま今言った通りでございますが、スライバートップの美しい切りはみのバックシルエットとなっております。ヒールレースは、順巻きのご希望でございます。ポケットスタイルは FO フレックスオーマチックパーム縦閉じでございます。キュッキュッ、投手用にはいいですね。それからバンド裏はムートンではなくて、エアフローではなくて、
パイルでございます。パイル、タオル状の吸水性のいい素材を使用しております。これ珍しいですね。ライニングはこんな感じですか。はい、指の長さ変えておりません。そのまま12と4分の1インチ指入れサイズは普通。ラベルマークは掃除のしやすいウレタン、劣化しにくいウレタンになっておりますね。その他刺繍等は入れてございません。無地でございます。渋いですね。失礼いたします。おお、ガッチリガチガチでございます。しっかりした革の感触が伝わってまいります。指穴特に問題なし、通常の指入れでございます。それでは特徴の方を見ていきたいと思います。大谷さんモデルですね。サイズは12と4分の1と言いましたが、閉じはこういう形ですね。ポケットセンターが上部人差し指の間の下ぐらいになりますかね。それから上部はこちらの枯山水をイメージしたモディファイ2ピースウェブ。それから先ほども言っておりますが、背面はスライバートップの切りはみで、手口ベルト、リストストラップは、こういったスリットが入りまして曲げやすいタイプ。それと何と言いましてもこちらね、スナップアクション上のこのバックスタイル、ヒンジ裏部分。曲げやすい構造になっている。このあたりが大谷モデルの特徴、大谷さんのスタイルでございます。メイドインジャパンとありますけれども、いかがでしたでしょうか。高木様、大変お待たせいたしましたが、しっかりしたクオリティでグラブやっと上がってまいりました。はい、どうでしたか。ゴールドステージ大谷モデル2019でございます。特徴あるバックスタイルとウェブ、それから大きなポケットが特徴でございます。ご来店お待ちしております。それでは皆さん、さようなら。